こんにちは。うーす。今日は7月14日の深夜に放送された3番組の話をしていくよ。乃木坂46の新曲チートデイの話はしていません。話は変わりますが、今は三坂道で卒業リーチメンバーがいないね。心穏やかな日々だね。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。最初は乃木坂工事中、ね。乃木坂セルフクイズ大会後半戦、ね。まずはこれを見てほしい。梅沢みなみの出したクイズだね。人に言いたくないことをここで言っちゃうの？と思っていたら、お気に入りの香水を教えたくないってことだったね。なんだろうね。白石麻衣に教えてもらった香水とかなのかな？伊尾木真央も同じようなこと言ってたし、香水を使う人ってそういうものかな？でね、その流れでしたらオサムが本当に好きな町中華屋は教えたくないって言ってた。今のは前振りで話したいのはここからなのね。久保志織や樋口日奈が町中華に行く映像を最近撮ったんだけど、その流れで言ったのかなって。多分関係ないと思うよ。それとしたらオサムが好きな町中華ってあそこだと思うんだけど、違うのかな？そこは TBS の近所にあるからよく利用してたってだけじゃない？ふかし夜の TBS ラジオでしたらオサムがひたすら褒めてたら、TBS ラジオ祭が行われた日に、とんでもない視聴者の行列ができてしまい、ママさんがなんで？なんで？と言いながらひたすら働いてたって話を聞きました。他人事みたいに言うな。あんたも並ぼうとして、長すぎる行列に絶望して諦めたくせに。さて、次はベストショットですが、ちょい変更して卒業する坂口珠美と清宮霊についてちょっとだけ語ります。ちょっと、乃木中について語らないの？誰が問題を出して、誰が答えたよぐらいしか語ることが。この動画がその状態になることはちょいちょいあるんだけど、本当に番組をなぞるだけになっちゃいそうでさ。深夜にのんびり見ている分には十分なんだけど、こうやって動画にまとめようとするとなかなか何を語っていいのか。心に残ったのは？心に残った？メモ書きを見ると、名を数える人が二人もいたのは相当困ってたなとか、佐藤楓は要するに西洋的な飲み物が苦手なんだなとか、遠藤桜は日村勇紀が本当に好きなんだなと、なんだか西野七瀬みたいな感じになってきたねとか、どれか広げる？いや、次行こうか。じゃあ次は坂口珠美、清宮霊、卒業、ね。二人の卒業です。坂口珠美から、忘れられる坂口珠美、戦慄迷宮での坂口珠美、驚く坂口珠美。坂口珠美、です。推しです。画像はこのチャンネルでは何度もこすってきているシーンですね。サイリウムカラーのドレスをまとった姿が綺麗だね。とりあえず走っていって、高い壁にぶつかり高いなぁ、と思ってから、どうするか考え始めるってイメージがあって、そこを押すようになりました。そのうちギャルのイメージがついて、ギャルのイメージとは別に仕事に真面目で、梅沢みなみに甘えてて、樋口日奈を神推ししてて、坂口珠美は憧れた先輩たちとの絆を感じてたけど、後輩にもちゃんと影響を与えてたね。あの、小川彩からお歳暮をもらったね。最長期の一人として、乃木坂46に残せたものがあってくれて嬉しい。卒業セレモニーでは3期生と口ほどにもないキスをパフォーマンスしてその後に46分テレビで生配信をしてました。その中でメンバーへのお手紙があったじゃん。久保志織と佐藤楓との会話にジーンと来ちゃった。久保志織は初期にちょっと確執があったようなこと言ってたね。確執というか、相手の立場を考えての言い回しができてなかったのかな？二人の中で、若さゆえ、って流せているのなら深掘りしなくていいよね。思えば坂口珠美と佐藤楓は乃木坂の中での立ち位置が同じぐらいなんだよね。楽しいことも悔しいことも一番理解し合える仲なのかもね。選抜予想の時にあんたが選抜とあんだらのバランスを考えると一方が選抜なら、方法はあんだらになるだろう、って言ってたね。それを考えれば、二人は同じ立ち位置でお互いの気持ちが一番よくわかるってことだね。その気持ちを考えられるところまではたどり着かなかったよ。佐藤楓の言葉と涙にジーンときちゃった。坂口珠美は芸能活動を続けてくれるみたいです。レギュラーの江戸散歩はこのまま続投してくれるみたいです。坂口珠美、卒業おめでとう。あなたらしく歩いていってください。坂口珠美、卒業おめでとう。あなたらしく歩いていってください。そして清宮霊です。推しです。推しが二人同日に卒業するとは思いませんでした。なんであれ、絶対に負けたくない清宮霊。ポリシーがティモンディ高岸と同じ魂の清宮霊。樋口日奈の救世主、清宮霊。清宮霊です。推しです。
最後の登場はドレスではなくスーツでした。セイミアレイで一番覚えているのは乃木坂どこいや乃木坂スキッズのモノボケだね。今のスター誕生の枠です。モノボケだって言ってるのに、目覚まし時計を持って朝だよって言ってみたり、ボンボンを持って、フレイフレイ、と応援してみたり、モノボケを理解してないんだか、思いつかないんだか。いつもニコニコでポジティブな子にありがちな天然さんじゃなくて頭のいい子だと思ってるんだけど、モノボケだけはどうしてもやってほしいことと繋がらないんだよね。セイミア・レイがモノボケができないって、人が理解していると思っている世界の断りと世界の断りの本当の姿との違いの一端がここに出ているような気がする。そんな大げさな。前向きでいつもニコニコのセイミア・レイ。見ているだけで癒されました。セイミア・レイを見ると、明日はきっと頑張ってみるかなと思えたんだよね。セイミア・レイは最後のブログで引退と今後はそっとしておいてほしいことを語ってます。アフリカに行くんじゃないかっていう声もあるセイミア・レイ。どこに行ってもあの笑顔で接する人の心を温かくしてほしいな。セイミア・レイ、卒業おめでとう。あなたらしく歩いていってください。セイミア・レイ、卒業おめでとう。あなたらしく歩いていってください。次はそこ曲がったら、桜坂？ね。おい、桜坂46全力で声出せんのか？ね。サンシャイン池崎が登場です。大声の人だ。というか、大声だけの人だ。嘘つけ、もう一つ思ってたことあったろ。それと裏垢の猫大好きの方がフォロワー数を持ってる人。この人も息長いよねー。乃木坂さんとこの大エースが加入直後に真似してて、この間卒業してったのに、まだ一線にいるんだからねー。その乃木坂さんとの大エースが自分で始めるような自己紹介ギャグを回避するのが今回のゴールです。今回はメンバーが後ろで声を出して、何言ってるかを伝えるゲームです。画面見ないようにしてやってみたんだけど、全然わからなかった。それにして土立てる雪はちゃんとメンバーを見てるね。私が土立てる雪に対して見てくれてる、というのもあれだし、これから言うことも言葉のベクトルが違う気もするけど、メンバーを土立てる雪がちゃんと見てくれているのは嬉しいことだよ。確かにあんたが土立てる雪に感謝を言うのは方向性がおかしい気がするよ。そんな感じで第2ステージ。ここから平場の大声が土立てる雪に認められて石森に直が抜けての対決です。ナレーションで庄司梅香が言ってますが、大声とともに魂が必要だよね。2年前のあの時の私のように。ちょっと待て。なんだこれ？私の動画は自動生成ではありません。一つ一つを魂を込めて作成しています。私が出てないし、ウプ主が顔出してんじゃん。収益化審査が落ちた時に作った YouTube 運営に対する動画。一発で通ったのは私のおかげです。霊夢、そこははっきりと訂正させてくれ。合成音声で収益化が通るようになったのは先人たちの血と汗と涙のおかげです。最強のメラさんをはじめとする先を行く方々ありがとうございます。先人の皆様、本当にありがとうございます。皆様の残してくれたもののおかげで今の私の YouTube 活動が成り立っています。さて、横道が思いのほか長くなってしまいましたが、メンバーの魂の叫びも聞かせてもらいましょう。上村里奈が何をするにも順番が最初に回ってくるって桜坂46になったタイミングからずっとなんだね。漢字欅の頃には今泉ゆいと石森に直がいたのか。谷口愛理は遊びに行く時に寝ててに、3時間遅れたと。それでも二人で出かけたってことは、仕事で必要な何かを買いに行ったのかな？その日じゃないと間に合わない何か。さて、角度を変えれば、今日の目玉。的の御尾の大暴露。山下しずきはホラー映画を見ている時に驚くと間違えた、とごまかすらしい。髪を触るのもその時の仕草なんだろうね。なかなかに恥ずかしい。で、マスモトキラがそれほど大きな声を出せなかったね。マスモトキラって騒いでるだけで、大きな声とはまた違うのかなと思ったら喉が枯れてたみたいね。個人的にはマスモトキラがサンシャイン池崎の自己紹介をあんなに嫌がることの方が意外だったよ。遠藤理子はびっくりなほど声が出たね。よかったここで差し込めた。今回の遠藤理子は前のゲームでのガンッパリッマスが可愛かったので、何も言うことはないです。ただただ、可愛かった。村山美宇は沢部優が焼肉に連れてってくれる時を信じているそうです。ゲームに勝った1期生2期生が3期生の目の前で美味しい焼肉を食べてる時の約束ね。一人で焼肉ロケに行くぐらいだから本当に楽しみだったんだろうね。沢部優は雑に流したね。村井優はラーメン対決がしたいそうな。3期生はラーメン好き多いな。ヒット祈願でみんなが軽食食べている中でがっつり豚骨ラーメンを食べる山下しずきの構図が大好きです。実は乃木坂姉さんのところが、麺類仕事にがっつり制限が入っていると言われてる。他の麺類仕事を持っていけるといいね。いろいろあって、次のステージに進んだのは村山美宇と村井優でした。
あの集音器ってスコアを出すコツあるよね。まっすぐ声をぶつければ、簡単にハイスコアが出る。声を出すために下向いちゃってるよりもマイクに向かって普通に声を出した方がハイスコアが出るんじゃないかな。最後に村山美宇がジャスティスをやって終わりました。爽快感があったならよかった。次はそこ曲がったら、桜坂のベストショット、ね。猫、表現方法がジャンプ。それは若さの象徴。見事な采配とそれに応える6人。最初は藤吉かりんがクリアした時ね。こんなこと言ってたっけ？勝ち抜けた後、席に戻るまで猫、しか言ってなかったよ。嬉しいんだけど、言葉が作れなくて、認められた猫、しか出てこない。平場での感情表現が苦手な藤吉かりんらしくて可愛かった。メンバーはサンシャイン池崎に答えられてジャンプして喜んでたね。小島なぎさなんかはしばらく飛び跳ねてたね。若いっていいなーって思って、ゲームが非常に単純で、大声を出しているのでメンバーもテンションが高くなりやすく、元気にジャンプしてはしゃいでる姿を見れるのは、深夜のアイドル番組の需要をまっすぐ満たしている気がするよ。合格しそうな6人は先に間引きました。他にも大きな声を出せそうなメンバーもいたけどね。6人ぐらいがちょうどいいんじゃない。勝ち抜けて当たり前の人が続いてもつまらないし、だからって、勝ち抜けて当たり前の人がいないのも変な感じだし。田村ほのや井上里奈に大声のイメージがないから、あ、勝ち抜けたと思ったのよね。だったら、大沼明穂の方がブレーキぶっ壊れてんじゃないかなと。だから、人数の調整であって、その辺は誰でもいいのよ。優勝を決めたいんじゃなくて、一番大きな声が出ない人を探しているだけなんだから。小林由衣の卒業ライブが DVD になります。8月28日です。漢字欅と桜坂を見てきた小林由衣。漢字欅の小林由衣を見送りに参戦したんだけど、その私の気持ちを捉えて、漢字欅から桜坂にしてくれてテンションを上げて小林由衣の魅力を見せてくれた見事なライブでした。また見たいですね。次は日向坂で会いましょう、ね。海の日記念、ああ夏休みバトル、ね。出身県が海に接していない金村美久は海村美久、東村明は東海明です。テロップも徹底されています。ウプ主は東京生まれの埼玉育ちなので県民の魂を持っています。海村美久が埼玉県愛について突っ込まれてましたが、あれこそ埼玉県愛です。郷土愛がないわけじゃないけど、埼玉県のことでムキになることはなく、どこに行っても普通に馴染み始めます。飛んで埼玉、は普通に笑って呼んでたもんね。ご褒美はいつものようにネタ合戦というか、本音というか、佐々木美玲の PET 参加 OK はペットボトル持ち込み OK で収録が希望かと思ったけど、愛犬と一緒に収録したいって話か。高瀬真奈は今でも春日俊明に一途だね。松田好花は真面目が爆発してるね。オードリーと収録の反省会をしたいとは。平岡美月の照明を暗くしてほしいってのと、渡辺里奈の自分専用のライトが欲しいって麻薬の要望があってメンバーそれぞれだね。最初は妄想告白だね。やっぱり順番が素晴らしいよね。ハードルの低い4期生が先にやって、先輩たちは後からやるんだね。大鳥はバッチリと決められる1期生なんだね。そうじゃなくて、前半は最初はちゃんとできる人たち。後半はちゃんとできない人たち。特に最後の佐々木美玲は企画クラッシャー。区分がひどい。ひな壇のメンバーも4期生の時は胸キュンしてたじゃん。設定を聞いただけで、キャーキャー言ってたね。証言時陽子に課せられてた京都弁を忘れてた話は？どうでもいい。といった、王道路線の4期生たちでアイドル番組の王道の趣旨を終わらせたので、お笑いに移ります。先輩たちだってアイドルだよ？それはなくない？こんな綺麗なお姉さんたちの告白シーンなんて様になるじゃん。4期生たちとは違ったドキドキが見れそうじゃん。先輩たちは付き合ってる設定から始める気だよ。あれ？面白かったけど、河田ひなには一つ言っておきたい。決めセリフのおんぶしてさ、じゃダメだ。じゃあ、何よ？しゃがんだまま、手を出しておんぶ、だ。あんたが好きかって言っているようで、キュンキュンさせるなら正しい気がする。でも、先輩たちの中でも山口春代はキュンキュンさせてたみたいじゃん。ひな壇も照れてたじゃん。これは多分違うんじゃないかな。山口春代がこういうのが大の苦手なのをわかってるから、もじもじしている仲間を、ニヤニヤしながら見てただけなんじゃないかな。最後の佐々木美玲は完璧だと思うんだけどな。田舎弁が純粋な女性であるところを強調してて彼氏に向ける笑顔が本当に美しいじゃん。そのだべ。って広島弁のつもりらしいよ。え？で、その決めセリフに繋ぐための会話が車の速度が時速318キロ。つまりはミーパン。その速度で左側に見えてきた海を見ろという。アップねえな。もう笑いどころしかないじゃん。
だからこそ言いたい、私は佐々木美玲を推していることを誇りに思う。何の話に執着したんだろう。あ、勝ち上がったのは渡辺里奈でした。先輩の破壊力でどうでも良くなってますが、前田大尊の補足は、それもどうでもいいか。二つ目のゲームは浮き輪を着ての尻相撲対決です。始まってしまえば一瞬で、歌い出しからのスタートなんだけど、イントロで遊んでたらいつの間にか歌が始まってて、気がついたらステージ上に平尾ほのかが取り残されてた感じ。さっきのゲームと尺が違いすぎるけど、楽しかったからいいのかな？次はかき氷を食べてだるまさんが転んだゲーム。止まってる時は春日俊明をにやけさせなくてはいけないそうです。このシーン、山下遥がおかしいみたいな感じになってるけど、海村美久も大概だと思うよ。で、勝ちとかき氷に貪欲な森本マリーが小さくて美味しそうなやつを後輩から奪い取り。どうでもいいんですが、ご褒美の水上バイクってどういうことだったんでしょうね。スタッフの罠に引っかかったと。そしてもう一人、勝つために大きな口を開けてかき氷を食べているメンバーがいます。ひなあいには神様がいるよな。神は細部に宿るっていうかさ、ハバネロ入りで口に入れた瞬間にリアクションを取るメンバーを作って、もう一つは下の方にタバスコを仕込んで、ハバネロ側のリアクションが終わった後に、タバスコ側がピックアップされる流れ。ここまでがスタッフの計算じゃん。そのタバスコ側が宮地すみれで、想定以上に我慢してくれたから2社がリアクションするタイミングがくっきりと分けることができたんだよね。森本マリーがタバスコ側を選ばなかったこと、宮地すみれがタバスコ側を選んだこと。神の采配だと思うよ。あ、勝ち残ったのは清水リオでした。次は日向坂で会いましょう、のベストショットね。大胆なこと言って逃げる高校3年生。勝ち名乗りの仕方に普通に対応する4期生。日向坂46の血を受け継ぐもの。最初のは証言寺陽子だね。告白ゲームの決めシーンだね。これがどうしたの？見えた。何が？学校指定の制服を着て、肩にかけたスクールバッグを握る両手にドキドキの気持ちを抑え込んでる姿を。勇気を出して言葉を言った後に教室から逃げていく学校指定の制服の彼女の姿を。紺のブレザーの制服を着ている証言寺陽子が見えたのがポイントなのかな？この平尾ほのか、色っぽいよね。4期生もちゃんとバラエティをやってるよね。平尾ほのかのイニングランの風受けが色っぽかったんだよね。まさに夏のビーチにいるような美人。清水リオはかき氷食べ終わったのと一位ってことで、ぶりっこしなくちゃいけないのを忘れてたような歩き方だったんだよね。春日俊明が振り返ろうとした一瞬でゲームのルールを思い出して撮ったポーズが100点だったという、ああ、この子は日向坂なんだなぁと感心しちゃったよ。日向坂46が一切関係なくなっちゃいますが、16年ぶりに内村プロデュースが復活するそうです。内村照義の冠番組で3番組を作っている K-MAX が作ってた番組ね。のぎどこを K-MAX が作っていると聞いてお笑い番組なのかなと思った覚えがある。で、この内村プロデュースに雰囲気が一番近いのがひなあいです。ひなあいが楽しめる人はぜひ、今の有吉弘行は番組の回しや喋りだけでお仕事をしていますが、当時の有吉弘行は喋ることができないゲラ担当として登場してます。テラサで過去の人気企画30本が期間限定配信されるそうです。うぷ主が空気が足りなくなるほど笑った玉職人が見れるようです。ちょびっと下ネタなので好き嫌いは出ると思うけど、うぷ主は楽しみにします。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。